皆さんこんにちは、リューチェルです。今日はですね、ちょっと出前を僕頼んだんですよなので出前を食べながら皆さんと一緒にお仕事についてちょっと語ろうかなって思ってます。ぜひ最後まで楽しんでてください。んーわっ。前はね、もう僕食べてる途中なんだけど、ペコリンとリンクがお仕事から僕帰ってきた時にいなくて、多分遊びに行ったんだと思う。だからすごいメガネ反射してるね。なので、あの、帰ってくるまでにちょっとみんなと、あの、出前食べながら語ろうかなって思ってるんだけど、出前はビバパエリアっていう名前のセンスがすごくない？こんなでかいパエリア一人で食べられるんですけど、やっぱお腹はね、成人男性っていうかポロリ、あ、ペロリ食べれちゃいます。あの、ビバパエリアのシーフードです。ほら、エビちゃんトッピングで目玉焼きも乗せちゃった。そう、だからお仕事の話しようと思ってるんですけど、みんなお仕事今何してるんだろう、どういう方が僕の YouTube を見てくださってるんだろう、ていうか、どうしてこのお仕事に今ついてるんですかっていうことを、まずみんなに自分のこと考えながらこの動画を見ていただきたいなって思って、本当に語ってるみたいにしたいの。うん、美味しい。やっぱりここ、僕シーフード大好きなんだよな。まあ、僕はずっと高校生の時とかはショップ店員になりたいなってすごいずっと考えてたんだけど、その時に原宿ブームというか、少しずつ原宿が流行ってきてて、なんか古着カルチャーだったり青文字系とか、そういう感じのが高校生の時にすごい流行ってたから、しかもなんかツイッターとかで原宿のアパレル店員の方がもうすごく毎日コーデとか載せてさ、今から出勤でーすって感じでさ、すごいキラキラしているのを SNS で僕遠くから見てたから、なんか目立ってるショップ店員の方、おしゃれだし素敵だなって思って、まずそこをまず最初目指したんですよ。で、僕の住んでるところはチルチルランドだったので、チルチルランドでは違うなっていう風な感じで、原宿でちょっと勝負してみよう、出てみようっていう感じで上京しました。それから人生がものすごく変わったんだけど、ペコリンと出会ってカップルの僕たちをテレビの方に見つけていただいて、最初まず行列に出て、それからテレビのお仕事をするようになって、ぶっちゃけね、その最初のテレビのお仕事とかもマジでデート感覚だったんですよ。僕、お仕事につながるなんて全く思ってなかったし、芸能人になるっていうことも全く思ってなかったし、マジで思い出作り、デート感覚、いつか子供ができた時に子供に、実はね、二人でね、行列出たんだよとか言えたらいいなぐらいのテンション、もう全然考えてなかったんですよ。でし、その時もまだ夢は普通にあったし、まあそういう服飾関係の夢ですね、いつか自分のお店を作れたらなみたいな感じでずっと思ってたのね。で、読者モデルみたいな活動は少しずつしてたので、でも全然東京に上京したし、なんか挑戦してみようかなっていう感じで事務所には一応所属してたけど、まさかこんなことになるなんては思ってなかったんですよね。売れたいとか、一発屋になりたくないとか、そういうことさえも思わなかった。なんか出るつもりなかったから、なんか別にそこまでずっと売れたくて必死にいろいろ試してみたいな感じじゃなく、本当にタイミングよくパッパッパッとっていう感じだったので、僕の場合はそういう自分のモチベーションの中でテレビのお仕事が始まって、割とすぐに、あの、本当にバラエティのお仕事が楽しくなって、あ、なんか今まではからかわれるだけというか、僕の個性だったりとかを生きていく上で人にからかわれたりすることにもぶっちゃけ慣れてたというか、やっぱり派手だし声も高いし、だけどそれをまあいじってくれて、それでみんなに愛していただいて、すごく、あ、僕ってこういうのに向いてるのかもしれないっていうか、なんかいつもはみ出し物だったけど、はみ出し物が逆にいいお仕事ってあるんだっていうか、なんかそういう個性を大切にしてくれてる感じが最初はありましたね。だからバラエティ楽しい、あ、ずっとタレントさんやっていきたいなっていう風にその時はすごく思って、だけどどん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 やっぱりバラエティに出ていくと、リューチェルさんこうしてほしい、
ちょっとゆとり世代っぽくちょっとこういう発言をしてほしいとか、そういうことも増えていくんですよね。でもやっぱりそれは正直、やっぱり僕を呼んでいただいている、番組に僕をまず呼んでいただいてるってことはそういうことだから、全然うん、オッケーやりますって感じだったんだけど、やっぱりね、どんどんこれから結婚して子供ができてってなった時に、自分だけの人生じゃないし、いつか子供ができた時に僕の発言とかによって子供が後ろ指さされることはできないなっていうのも、どんどん将来のことをまず考えるようになったりとかで、あと討論番組とかに出るようになって、自分の気持ちとか考えとかを発信することがすごく好きになってきて、みんなに笑っていただいて元気になってもらえるのもすごく嬉しかったし大好きで、今でもそれはすごく嬉しいんだけど、なんか自分がもっと何か言葉を発信して勇気づけるっていうこともこのお仕事でできるんだっていうことをまずなんか思ったのね。でもどん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 バラエティでみんなに楽しんでもらえるっていう裏側にいろいろ打ち合わせがあったりとか、バラエティはすごくだから自分の中でも楽しかったし、大変な時もあったけど、全然今はすごく素敵な思い出というか、あんだけずっとテレビに出てた時がすごく楽しかったんだけど、5年後10年後ずっと続けていく、この感じでずっと続けていくのはないなっていうのが自分の中であったんですよ。なんかあ、もっと好きなことしたい、好きなことしたいから、とりあえず今はバラエティ頑張ってっていう風に、もうすぐにバラエティ出てる時は思ったかな。とりあえず今は頑張るけど、そのうち来年再来年には自分の好きなこともっとしていこうって思って、バラエティで始めて結婚をして、より将来のこと考えた時に、まず自分のやりたかった歌のお仕事挑戦したいっていう風に言いました。やっぱり、ずっと歌がすごく大好きで歌をやりたかったっていうのもあったんだけど、バラエティってどうしてもいろんな人と作っていくわけだから、僕一人では作れないし、いろんな方と一緒に協力して作るものだから、僕の思うようには絶対ならないし、それは当たり前で、皆さんはその中で自分の才能を出していってると思うんですね。でも僕はそれができなかった、本当に僕の力不足だと思うんだけど、僕だからこの YouTube とかは自分で企画して、自分の色を出せて、自分でアイディアを出してみたいな、そういうことができるから、めちゃくちゃ僕向いてるなってすごく思うんだけど、バラエティってやっぱりこういう風な企画をしたい、そこでリューチェルさんに出ていただいて、こういう風なことをしてほしい、見せてほしいみたいなのがまずバラエティではあるから、そこがまず違うんだよね。だから僕それに向いてなかったのかも。で、多分タレントさんにしてはこだわりが強すぎたんだと思います。やっぱりこれが可愛いとか、こういうのが好きとか、今これ流行ってるんだよねってテレビの人に言われても、それもう終わってるよとかめちゃくちゃ思っちゃうタイプだったし、なんかこだわりがあまりにも強すぎて、ずっと続けていけないな多分僕っていう風に思ったのもでかかったかな。そういう感じでしたね。で、だからずっとやりたかった歌のお仕事、歌は自分で作詞もできるし、本当に一つの作品として僕のこだわりを詰めて、でこだわった方がいいものだし歌って、そういう風になんかやりたいなって思って、歌を出してライブをして、でミュージックビデオも自分の好きなように作ってみたいな感じでするのがどんどん楽しくなってきて、あ、なんか自分でプロデュースとかしたりするものが向いてるかもしれない、大好きかもしれない。バラエティでは呼んでいただいて、でそこでその番組に合うように空気を読みながら、なんかその番組に合うようにっていう風な、それももちろん好きなんですね僕。タレントのお仕事ももちろん大好きなんだけど、やっぱり自分でプロデュースしてっていう風なのもすごくやっぱりその方が好きだなっていうのが歌のお仕事通してやっていって分かったんですよね。でそれから、あ、メイク動画とか出してみたいと思って SNS インスタとかできっかけでメイク動画出したら、で自分でも編集とかもして出してみたら、結構みんなが喜んでくれて、あ、自分のアイディアで、で自分が作った動画でも映像でもこういう風に喜んでくれるんだみたいな、そういうのがめちゃくちゃあって、あ、こういう風な仕事していきたいって、生まれて初めてようやく、あ、こういう仕事一生していきたいなみたいなのが見えてきたんですよ。こういうスタイルだなみたいな、
やっぱり何もかもお任せ、全部やってくださいじゃなくて、僕はこういう企画がしたい、こういうことをしたい、こういう夢ができました、それに向かって走っていくみたいな、そういう感じが好きなんですよね、多分。なんかうまく伝わってるかわかんないんですけど、それをできるためにはバラエティを途中で抜け出したり逃げ出したりするんじゃなくて、今いただいてる仕事は頑張って、その日まで待とう、そのタイミングまで待とうっていう風にはすごく今でも思ってて、まあ歌はさせてもらってて、これからもね、たくさん可愛い歌だったり素敵な歌を皆さんに届けられたらなとか、ライブでもいろんな皆さんが住んでいるところに行けて皆さんと会えたらなとかすごく考えてるんですけど、僕一番最初の動画でメイクブランドを立ち上げたいっていう話をしたんだけど、メイクブランドは今は時期じゃないなって思ってて、すごくやりたいんだけど、勢いで全部作ってもいいものって作れないし、やるからにはこだわりたいし、安くていいやっていう感じで、安い材料費で全然使えないコスメ作っても意味ないし、ただ出したっていうだけじゃ嫌なんだよね。そういう風に今は時期じゃないから、しっかり皆さんに YouTube も通してね、僕のことを知っていただいて、より僕がコスメどれだけ好きかっていうのも皆さんに伝えるのもまだまだ足りてないから、なんかやっぱりそういう、タイミングもあると思うんだよね。だから将来の夢はたくさんあるんですよ。そう、もっともっと皆さんに言ってない将来の夢いっぱいあって、本当にバラエティのお仕事してる時はバラエティしかしたくない、こういう風になるんだって、こういうタレントさんになるんだって思ってたんだけど、だん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 歌の仕事とかいろいろしていく上で、あ、自分でプロデュースして自分でできるんだ、あ、自分でできるじゃん、やってみたらいけるみたいな、そういう感じの考えになってきて、今の方がすごく仕事が楽しくなってきました。例えばだけど、人の下で働いて今頑張っている方、こういう人になりたい、この上司さんになりたいっていう方は絶対その方がいいし、素敵な上司と出会えたことは絶対自分の経験になるし、そうないじゃないですか、素敵な上司に出会えるって。だから本当にラッキーだと思うし、それはそれでいいんだけど、この仕事は好きなんだけど、なんか仕事先が向いてないかもって思うんだったら、やっぱりこの仕事は好きなんだけど人間関係大事だし、どんなに好きな仕事でも人間関係悪かったら続けられないと思うんですよ。だからそれ変えてみるとか、なんかそういう風に行動してみると、意外にやっぱ仕事って勇気がいるけど違うんだなってすごく思います。で、あと子供ができたのがものすごくでかくて、子供ができてから、子供がこれから学校に行ったり、もしかしたら留学するかもしれないとか、いろんなこと考えた時にしっかりお仕事はしていたいなっていうのがものすごくあって、子供ができてやっぱり将来のことをよく、そして考えるようになりましたね。もともといつか子供ができた時に、僕のせいで子供が後ろ指さされないようなことを、やっぱり発言とかすごく今のままじゃダメだなって気をつけなきゃいけないなってすごく思ったんですね。だって10代の時とかはもうウケるしかバラエティで言ってなかったし、僕全然もう適当だったんですよ。バラエティでまず緊張したことないし、僕全然もう素でパッパラパーみたいな感じで楽しくやってたんだけど、子供ができたらそういうわけにはいかないし、やっぱりパパとして見られる立場でもあるわけで、全然違う話をしているのに、リュウジェルってパパなのにとかってやっぱ言われるんですよ。全然ここは楽しく盛り上がりたいところなのに、あんなパパとかすぐ言われるんですよね。だからやっぱりそういう、でも見え方をされるのも仕方ないし、そういう見え方されるものだから、やっぱり発言とかにも気をつけなきゃなっていう風に、それが結局リンクのためだし、みんなのためじゃなくて、僕それはリンクのためにやっぱりちゃんとしなきゃいけないなって思うところだったから、だから皆さんが今こういうお仕事してるとか、そういうこと僕はわからないけど、でもやっぱりようやく僕この年になって、あ、自分一人でもできるかもとか、やってみたらできるじゃんとか、あ、もっと続けてったら上手になるかもとか、いろんなことがようやくこの年になって思えてきたんですよ。だから皆さんも怖がらず一回飛び込んでみても絶対いいと思います。やってみないとわからないんですよね、絶対。こういうお仕事する前はこんなことになってるなんて思ってもなかったし、そう、例えばその歌を始めた時も、なんで歌出したのみたいな、バラエティのリューチェルでよかったんだけどみたいなことすごく言われたんだけど、そう思う人もいるかもしれないし、だから全然
そういう意見って絶対あるんですよ。で、誰かが何かしようとした時にそういう風に言われてしまうのはしょうがないし、絶対に周りの人とか止めたりとかする人もいるかもしれないし、だけど僕はやっぱりやってみたもん勝ちだと思います。歌を始めたからこそ僕はライブとかを通して今まで会えなかった人と会えたし、ミュージックビデオも可愛いものいっぱい作れたし、リンクに向けてのリンクという素敵な歌にも出会えて、それを世に残せるパパってなかなかいないと思うんですよ。だから僕はその歌を歌えたことがすごく誇りだし、リンクに早く大人になった時に聴いてほしいしね。だから何か言われることはやっぱりあるんです。僕だってあるんです。だけどやってみなきゃ始まらないし、やってみないとわからないんですよね。それで失敗しちゃっても人生の糧になるし、やってみた方が絶対いいなっていう風なことを最近すごく思いました。で、もしかしたらこの動画を見た人が、リューチェルは芸能人だからそういうこと言えるんだよ、リューチェルは有名だからとりあえずやってみようとか、そういうことができるんだよって思う方もいるかもしれないけど、芸能人って一番保証ない仕事だと思うんですよ。5年後10年後出てるのかもわからないし、また新しい人が出てくるかもしれないし、そんな新しい人が出てきたとしても皆さんに飽きられないように愛してもらえるように、僕は自分の個性もしっかり偽りなく出しながら時代とともに生きていくっていうことを努力してるけど、もしかしたら飽きられるかもしれないし、一般の方が許されるようなことでも芸能人がやったらダメなこともいっぱいあると思うし、もしかしたら仕事もできなくなるかもしれないし、いろんなことがあるんだよね。だから一番保証ないんですよ。でもそれでも子供ができて責任感も出てきて、どんなことがあっても守らなきゃいけないから、そういう覚悟はやっぱり必要で、そんな中で新しい仕事に挑戦するっていうのはすごく大変かもしれないけど、でも僕の中では本当に今マルチにさせてもらってるんですけど、まあ、YouTube も始めたしね、バラエティにも一切出ないってわけではなく、今でもたまに出させてもらってて、マルチにマルチにいろいろかじりながらやっているんですけど、そういうやり方でも僕はいいと思うんですね。まず一つに詰める必要なんてないと思うんですよ。私はこれしかしない、例えば絵描きさんを目指しててバイトなんかするか、僕は絵描きで食べてくんだってお金ないのに言ってたら、それは違うと思うんだよね。僕はね、やっぱ子供がいるから僕にはできない。だからしっかり仕事はさせてもらって、だけどその中でも家庭に影響のないように好きなお仕事もしなきゃ絶対いけないと思う。そういう風にして、もしそのお仕事が当たればそれもしっかり自分に戻ってくるから、そういう風にしっかり仕事はしながらでも新しいことに挑戦する。そんな中で多分お金より一番高価なものって時間だと思うんだよね。自分のやりたいことを仕事もやりながらもやるって時間がついていかなかったり体力もついていかないんだけど、でもそれでも僕は後悔のないようにやりたいタイプだから、こういう風に今もね、別に化粧落として休めばいいのに YouTube 回しちゃってるわけですよでもみんなのことが好きだからってのもあるんですけどね。ファンの方がいつも僕朝早起きした時に Twitter とか Instagram の YouTube もね、皆さんからいただいてるコメントを見てるんだけど、やっぱり皆さんに支えられてるし、皆さんが喜ぶような世界観だったりをお届けできたらいいなとか、皆さんが喜んでもらえたり、なんか仕事の終わりにリューチェル見たら元気出るとか、そういう風に思ってもらえたら嬉しいなとか、そう思ったら頑張れちゃうっていうのもあるんですけど、でもまあそういう風に最近はお仕事のことについてよく考えてます。なんか皆さんにどうこうとかじゃなくて、僕はこういう風に今お仕事を考えてますって感じかな。なんとなくペコリンとリンクのおかげで多分強くなれてるんだと思う。ペコリンとリンクがパパとしての自覚を毎日、まあ一緒にいるだけでなんだけど持たせてくれる自覚を、ペコリンとリンクが僕をパパにしてくれてるっていう感じがしますね。だってあんなに楽しそうにペコリンとリンクでね笑って遊んでると、この笑顔を守っていかなきゃなっていうか、
この家庭を守っていかなきゃな、何があってもって思うんですよね。だけどやっぱりこのお仕事もしながらやりたいこともしっかり挑戦していかないと後悔になるからっていう風なことを思ってます。美味しかったたくさん語っちゃったけど、まあいろんな働き方があるし、いろんな考え方があるし、ぜひ皆さんもね、お仕事について悩んだりとかいろいろあると思うんだけど、この動画は全く参考にならないかもしれないけど、こういう人もいるんだよっていう風に見てもらえたら嬉しいなと思います。それでは今日も皆さん見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもね、よろしくね。コメントも待ってます。バイバーイ。